はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のもしも季節が一度に来たらについてですね。作詞は冬森さん、作曲は花岡さんとなっていますね。今回のこの歌の最初のところですね、最初のところでお兄さんお姉さんたちが季節外れの話をしていたので、お母さんと一緒にしては季節を無視した内容っていうのも珍しいなぁと思ってたんですが、なんとこの歌の振りだったんですね。私は歌が始まるまでちょっと気づきませんでしたね。勘のいい方だったらこの歌が来るって分かったかもしれませんね。皆さんも分かった方いらっしゃいましたか？はい、今日はお母さんと一緒のもしも季節が一度に来たらについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。